今日から3日間またバイトだね。やり方はちゃんと覚えてるかな？ No, I had another bout of amnesia yesterday. まあ、誰もここまでやらないだろうってくらいみっちり勉強しまくったから、簡単には忘れないだろうけどね。Yeah, isn't it about time that we give the manual back? どっちかっていうと、問題は人間関係だね。おはようございます、先輩。ミネ。おはようございます、店長。昨夜のメールの件なら、やはり明日は忙しい。明日？従業員の慰安イベントという案そのものは別の機会に行う。そうですか、わかりました。盆明けでどうだ？はい、楽しみにしてます。では。ふーん、慰安イベントなんて企画ミネが提案したんだ。 That's what she called it。積極的に企画提案とかするタイプには見えないけど、パーッと遊びたい気分だったとか、そういうのかな。先輩は明日彼と行くんですよね。 No, I'm working. 明日の花火大会ですよ。彼と行くんでしょ。 No, because I've never heard of fireworks before. 花火大会？明日？ On the 12th? Yeah, that is weird.I mean, usually they're like in the first week of August. とぼけたって無駄ですよ。サバ先輩から約束してるらしいって聞きましたから。サバ、did we talk about something? まあ私は悔し紛れに従業員みんなで行こうって提案して、まさに今店長に却下されましたけど。And you can't go on your own because... 先輩はどうぞ楽しんできてくださいね。それじゃ失礼します。なんか逆に申し訳なくなってきたね。 We didn't. で、ミネに同情してる場合じゃないか。まずは自分のこと、明日の花火大会の約束確認しないと。明日は8月12日だよね。あ、手帳にメモがある。19時妙ヶ駅ホームだって。きっとこれだね。ケント、そんなこと全然言ってなかったけど、まあ時期的にもちょうど花火大会ありそうだし、多分間違いないね。仕事の後でケントにそれとなく確認してみようか。今はとりあえずバリバリ仕事片付けちゃおう。いらっしゃいませ。お帰りをお待ちしております。 Considering nobody can hear you and you're not doing anything and you're invisible, why the hell are you talking? They can't hear you. ふう、今日は問題なく仕事できてるね。数日のブランクは響いてないみたい。お前、店長、何か粗相がございましたか？9番テーブルから指名だ。あ、なんだ、ご指名だって。それはありがたいね。 Kent's probably there. Or someone who is not a liked customer. 今、ミスするなよって念を押された？気のせい？とりあえず9番テーブルに行ってみようか。ご指名ありがとうございます。ご用を受けたまわりますってね。ケントじゃん。想像したよりも生き生きと働いているんだな。最近の君はぼんやりとしている様子だったから、接客業が務まるのだろうかと思っていた。まあ確かに最初の頃はぎこちなかったよね。でも君ずいぶん元気になってきたもん。接客はもうかなりの高レベルだよ。しばらく見ていたが元気そうで安心した。
れだよね。ケントに振り回されてるおかげで感情が活性化してるっていうのはあるよね。ここの制服も、まあ、君によく似合っている。Thank you for the compliment. What is your order? 想像したよりもずっと似合っていたのでな。正直驚いた。いや、これは一級に言えと言われたんだ。あったら必ず服装に関する感想を言えと。Why should you be complimented for clothes that you are required to wear for work? I mean, it's not necessarily your style. だから仕方なく思ったことを言っているのであって、私の本意ではない。いや、嘘を言ったわけではないが。Could you stop talking and let me get back to work? What is your order?似合ってるってのはケントの感想なんじゃん。 Yeah, thank you. Couldn't have figured it out. お邪魔になりそうだから僕向こう行ってようかな。昨日はすまなかった。一級にからかわれてすっかり取り乱してしまった。Just FYI, my manager was glaring at me earlier. Probably meaning, you know,Don't let your personal life dictate your job life, so be professional, don't have emotional stuff going on here, do your job. 君に不遠慮に触れてしまって、その、すまなかった。That wasn't rude. これは詫びの品だ。いや、これは一般論とやらを参考にしてみたんだ。Outside foods are unfortunately not allowed here.Also, I am not allowed to take gifts while I'm on the job. 女性は記念日を非常に大切にするというし、突然の贈り物を喜ぶというから。Well, it depends on what the anniversary is and what the gift is. Seriously, this couldn't have waited until this evening. 詫びを兼ねて、付き合い始めてから半月の今日、何か贈り物をしてみたらどうかと思ったのだ。Then I expect a freaking trip to the amusement park for the full month. これでサプライズとやらになっていればいいのだが。そうか、それならよかった。これで驚いてもらえるかどうか自信がなかったんだ。私は僕年人だから、君の望むような交際の仕方ができていないことも多いと思う。As you keep telling me, if it bugs me too much, I need to speak up. だが、できるだけ希望に沿いたいとは思っている。そのための努力は惜しまない。一休の助言もできるだけ聞き入れるつもりだ。Don't listen to a playboy too much. まあ、要するに私は君を喜ばせたいんだ。私の用事はそれだけだ。仕事中に呼び止めてすまなかったな。Seriously, this couldn't wait just a few more hours until I'm done. 少し量が多いかもしれないが、なんならみんなで食べてくれ。そろそろ日が沈むだろう。帰りは送っていく。待っているから声をかけてくれ。So you could have just given me this on the way walking home. びっくりしたね。いつの間に後ろに客から貢ぎ物か。 Yes, I tried to tell him that I'm not allowed to take personal gifts during work, but he insisted. いや、あれただの客じゃなくて彼氏なんだけどね。 At the moment he was a customer. え、今ちょっと笑ってくれた？気のせい？気のせい？I wouldn't say this is a good sign. ケーキだったな。事務所に冷蔵庫がある。あ、冷蔵庫があるんだ。使わせてもらえるならありがたいね。じゃあそうしようか。失礼します。あ、先輩。Don't fucking touch my cake. どうしたんです？
休憩はもう取りましたよね。あれ？その箱何ですか？ Mine. That's what. あ、やば。これはミネには見られない方が。ケーキですか？もしかしてお客さんから？あ、ダメダメ。開けちゃダメ。ハーフマンスアニバーサリー、半月記念日ですか。 Well, he is. I'm just along for the ride. もしかして半月って付き合って半月ですか。そういえばそのくらいでしたね。 Why else would he get me a half month anniversary? あのお堅い人が記念日にプレゼントくれるんですか。しかも半月なんて微妙な日に。 There are people who celebrate all kinds of anniversary. Not just marriage or even the day they get engaged, but they also make an anniversary of the first day they kissed, first date they had. So, yeah, it's not a weird amount of time.I'm sorry, am I supposed to be, scared? Feeling guilty? I mean, what the fuck do I care? You're a pretty flat character compared to your chest right now. ま、仲良くやってください。でも職場でイチャつくのってちょっと常識疑いますよ。One, I actually kind of agree. Work is work, private is private. Two, pretty sure you'd be a hypocrite at that if it had been you who would have gotten it. でも向こうから訪ねてきたんだもん。仕方ないじゃんね。はあ、ケーキ冷蔵庫に入れたらさっさと仕事に戻って挽回しようか。I have the feeling something is going to happen to the cake.And I don't mean it's gonna get eaten. Yeah, 昨日に続いて今日もびっくりしたね。ケントさ、こないだの喧嘩から人が変わったよね。10日前に初めて会った時とは別人みたいだよ。でね、バイトしてる間、半月記念ってのがちょっと引っかかってたんだけど。あ、やっぱり。この携帯に入ってるメールの中で一番古いのが7月29日付なんだよね。Considering that in the second video you said that the last message, well, the oldest message was 3 days before, which was August 1st, meaning July 29th makes sense. で、今日で付き合って半月だとすると、君たちが付き合い始めたのは7月28日みたいなんだ。っていうことは君、ケントと付き合い出した翌日に携帯変えたっぽいんだよね。理由を考えてみたんだけど、僕が知ってる人類の一般論からすると、通話料を安くするために携帯電話の会社を同じにしたってことないかな。Or maybe we just wanted matchy matchies. まあ、実際はメールも電話もほとんどしてないわけだけど。でも、もしわざわざそのために携帯変えたんだとしたら、君はやっぱりケントが好きで、電話もメールも本当はたくさんしたかったのかもしれないよね。そう思っちゃうのは、僕の考えすぎかな。Probably. もしかして君たちって、普通に両思いだったんじゃないかなってさ。Why else would we have started dating?お疲れ様でした。終わった終わった。バイトはかなり楽にこなせるようになってきたね。
それじゃこの後はケントと花火大会か。うん、楽しめるといいね。Oh, we actually asked if that meeting was for the fireworks? っていうか、最近の僕たちちょっと緊張感なさすぎかな。なんか記憶なくてもそれほど困らなくなってきちゃったよね。周りのみんな優しいし。むしろ僕は今君と突然お別れになったら寂しいかななんて。いやいや、ダメだよね、そんなことじゃ。情報を探して記憶を元に戻さないと。とはいえ、目の前に予定があるとそれを優先してしまうのも人情なわけで。いや、ほら、今回は君が記憶喪失になったことで、少なからずケントの本心が見えてきてるみたいだし、それまでの積み重ねがあって素直になれなかっただけで、本当は両思いだったのかもだし。まあ、憎まれてるかもってケント本人が言ってたわけだけど。うん、その辺を探るためにも、とりあえず花火大会行ってこよう。バッチリ浴衣着て気合い入れてね。 I don't remember if I have a 浴衣。 先輩浴衣着るんですか。超気合い入ってますね。 Turns out we're not going to the 花火 after all。 行ってらっしゃい。こっちの問題もそのうち解決しなきゃね。 What problem?This isn't a problem. とりあえず浴衣に着替えて待ち合わせの妙賀駅に行ってみようか。待ち合わせ時間ぴったり。ちょっと仕事が長引いちゃったからギリギリだったね。それにしても混んでるな。みんな花火大会に行くのかな。I don't know, is everyone wearing a yukata? Because as we all know, you only wear a yukata if you're going to the fireworks show or when you're sleeping. Kento は黒くてでっかいから来ればすぐわかると思うけど。来ないね。ちょっと周りが閑散としてきたような。そういえば昨日花火大会のことをケントに確認し損ねたよね。サプライズに驚いちゃって。電話してみよっか。うわ、向こうからかけてきた。今どこにいる？例の男のことがある。うちまで送ろうと思って店でずっと待っているんだが。 I thought we were meeting up。This is why you mention something like that hours before you do that. いや、それはいいけど、花火大会のこと完全に忘れてるよね、これ。なぜそんな場所に？すまない。そうだった。今日は花火大会を見に行く約束をしていたな。全く興味の持てないイベントだったので、記憶からすっかり消えていた。No issue。時間は19時半からだったが、ここから現地までは約1時間。間に合わないな。We could still meet and do something else。悪かった。要望があれば言ってくれ。後日埋め合わせをしよう。That sounds really whiny. とにかくもう外は暗い。これから迎えに行くから、そこを動かないように。ああ、残念だったね。せっかく気合い入れて浴衣まで来たのにね。Actually, good question, considering it took me apparently 30 minutes to get to the Miyoka station from work. Why would it take him an hour to get here?
でもあいつ迎えに来てくれるみたいだから浴衣は見てもらえるよ。Then again, maybe he's walking. Knowing him, seems like a plausible reason. 埋め合わせしてくれるって言ってたし、どっかで美味しいものでもおごってもらっちゃいなよ。混んでる場所で花火見るより逆にいいかもね。結局さ、ケントは意地張ってただけで本当は君を好きだったんだよね。それはもう間違いなさそうだけど、君の方はどうだったんだろう。問題はそこだよね。あんなに喧嘩ばっかりだったのは単に二人して意地っ張りだったからってだけなのかな。それともとてもじゃないけど仲良くできないような事情があってのことなのかな。記憶を失う前の君に聞きたいよね。あいつと仲良くなっていいのって。あら先輩、おはようございます。Yeah, I'm wondering. Well, this is my third day of working, so it would be Saturday. Otherwise, I would have said, oh, I think it's Friday 13th August. 昨日は楽しんできました？せっかく浴衣まで来たのに、あいにくのお天気でしたね。We had fun without fireworks. まあ、雨くらい降ったって大した問題じゃありませんよね。あっつあつのラブラブですもんね。それとももしかしてデートがうまくいかなくて喧嘩でもしちゃいました？私昨日あの人のことギリギリまでお店に引き止めてましたし。Sorry. How dare you? It's your fault that my date didn't work.I'm gonna stab you with a cake knife. I'm sure it's lying around here somewhere. Wah, あれはこいつの差し金か。いやまあ本人も忘れてたみたいだから必ずしも峰のせいとは言い切れないけどさ。はあ、昨日の妨害くらいじゃ別れてくれませんよね。やっぱり。まだ付き合って半月ですしね。Are you gonna be more important than the other news and roots, or are you just gonna be the supposed love rival interference? Because you're pretty boring right now. 次は何したらいいですかね。I don't know. Just flash your boobs at him.It'll totally not work, which will crush your spirit and your boobs. What are you gonna do about it? Oh, 店長。すみません、店長。昨日店長を引き止めちゃったこと、先輩に謝ってたんですよ。ん？昨日はちょっと話が弾んじゃって、でもお邪魔する気はなかったんですよ。なぜ昨日話し込んだことを彼女に謝る？だってお邪魔じゃなかったですか？私と話しててよかったんですか？あれ？ Is she talking to me or to him?ちょっと待って、大きな誤解がない？I'm not following this. は？昨日のミネの長話と彼女の彼氏に何の関係が？え？
ちょっと待ってください。先輩の彼氏って店長じゃないんですか？ I would never date someone that I'm working with. Well, I don't want to jump to conclusions. Maybe we don't work here if we go for Toma. うわぁ、これはとんだ誤解だね。だって、ソワ先輩がいつも威圧的で堅物のあんな変人と付き合うなんてびっくりだよねって言うから。And there's only one overbearing stubborn man in the entire world. いつも威圧的で堅物の変人。Yeah, manager doesn't strike me like that. 絶対そうだと思ったのに。What is it, Cleo? Nothing. あ、店長、私はいいと思いますよ。いつも威圧的で堅物の変人って。He still doesn't strike me as that. 先輩もそういう人好きみたいだし、案外ブームが来てるのかもしれないです。ないない。そうか。Are you blushing? やだ、本当に違うんだ。Excuse me, please. I need to get to work. じゃあ、店長、今、彼女いますか？うわー、もう、振り出しに戻ったじゃないですか。いや、ある意味良かったんじゃない？やだ、もう。私、何やってんだろう。それより、着替え。Mine or hers? 先輩、ごめんなさい。私、誤解してたみたいです。君も。あ、君も行った方がいいね。はあ、それにしてもびっくりだ。ミネって店長が好きだったんだね。Honestly, the manager struck me as being married. ミネには悪いけど、なんでこんな人なんだろう。Because, shut up, Orion. まあ、君も威圧的で堅物の変人と付き合ってるのは事実だから、人の好みをとやかく言えなそうだけどさ。And you don't get to say anything because you're a spirit. とりあえずミネとのしこりは解決したみたいでよかったよね。Oh yes, I am so relieved about that. 着替えは。Sorry, talking with my spirit. あ、はーい。いや、本当、なんでこの人？ Doesn't matter.